D の食卓には株式会社ワープが開発し1999年12月23日に発売されたドリームキャスト用ゲームソフト。本作は D の食卓の続編として発表されたが内容は全く別物と言っても良いほど変わっている。タイトルロゴやパッケージ、宣伝活動に使われた広告でも正式名称の D の食卓によりも D2 と呼ぶ場合が多い。制作発表として1998年5月23日に東京国際フォーラムと全国4カ所の会場に中継を行っている。これに先立ち、セガに対して制作発表のため次世代機の公開を要望し、1998年5月21日、22日の新聞発表にてドリームキャストの開発と発売時期を公開した。 プレイヤーは、ローラパートンとなり、真冬のカナダを散策し、雪原からの脱出を試みる。建物の中を、D の食卓のように決められたポイントを歩いて、探索する、アドベンチャーパートと、外に出ている間は歩いていると怪物とエンカウントし、手持ちの重機で応戦して戦う、ガンシューティングパートに分かれている。このガンシューティングパートで勝利し、経験値を得ると、レベルが上がる。 体力の回復は要所にあるベッドで眠るか回復スプレーを使ったり普通の動物をハンとして得た肉を食べることで回復する体力バーは炎の揺らめきで表現されておりダメージを受けるごとに次第に弱まって消えると死んでしまうゲーム途中で現れる怪物は全て人間がモンスターに変化したものでモンスター化することを咲くと表現する道中では 咲いていない人間とも出会うことがあり、また咲いていないと思っていた人間も突然咲き始めてプレイヤーに襲いかかってくる。2000年12月25日、カナダ上空を航行している飛行機の中でノートパソコンで文章を書いていた女性、ローラ・パートンが思わず居眠りをしてしまっていた。キーの押しっぱなしで画面に大量に表示される D の文字。 周りの席にはぐっすりと眠りこける男性、物思いにふける黒人女性やクマのぬいぐるみを持った女の子、そして黒装束に身を包み、怪しげな呪文を唱えている老人。目が覚めた拍子に母親の形見のコンパクトを落としてしまったローラだが、隣の席に座っていた白人男性がそれを拾い上げてくれる。男性がローラにコンパクトを渡そうとした瞬間、ハイジャックが発生。 混乱に陥る機内の中、先ほどの男性が隠し持っていたピストルを取り出し、テロリストに応戦しようと試みる。その時、コンパクトが突然光り始め、何かを察知した男性がローラをかばうように飛びつくと、同時に隕石が飛行機に命中、雪原の中へと墜落してしまう。当時、E の検事が満を持たして公開した作品として、多くの注目を集めた。 映像表現では1999年当時敵対ハードとなるプレイステーションに発売直前だったこともありプリレンダリングのムービーシーンも含め実際のゲーム画面でも当時最高峰のレベルだった特に無数の雪の一つ一つがランダムで落ちてくるにもかかわらず処理落ちしないことや当時のゲームではあまり用いられなかったモーフィング、モーションブラー、シェイプ、パーティクル フィジークといった特殊なエフェクトが多数使われていた。この作品の後、2000年に株式会社ワープは株式会社スーパーワープへと称号変更を行った。D の食卓2の最初の制作発表では、サンューの後継機として発表された 3DOM2 のキラータイトルとして供給されるはずであった。しかし、M2 が発売中止となり、 M2 班 D の食卓2の制作も中止となった。内容はドリームキャスト版とは全く違うものであったようである。エンディング後にドリームキャスト内の現在時刻が表示されるが、それがちょうど2001年を迎えると A Happy New Century と表示される。また DC 版リアルサウンド風のリグレットに同梱されたおまけディスク D2 Shock で収録されている。 スペシャルデータをビジュアルメモリーにセーブすると M2 版、D の食卓2のオープニングムービーを観覧でき VM にセーブされている1周目クリアデータを使って2周目以降を始める場合サンドゥ専用ソフト宇宙生物フロポン君のフロポンや突撃機関メガダス、のテレビインなどのキャラクターが登場するありがとうございます